はい、梅です。こんにちは。どうもどうも。はい、今日はね、2022年の4月の1日ですね。はい、エイプリルフールですけども、はい、動画の内容は、はい、真面目です。嘘はありません。真面目なこと言います。はい、今日ですね、海外パークの嬉しいニュースをお伝えします。なんで海外のニュースかよって思う方いるかもしれませんけど、ちょっと待って、これ日本のみんなにもめっちゃ関係あることです。はい、ですね、すごい嬉しいニュースが入ってきまして、なんとですね、この春、アメリカのですね、ディズニーパークの方でですね、キャラクターグリーティングの、このね、ハグが解禁 OK になるとの発表がありました。やりました。これね、アメリカでもね、ソーシャルディスタンスグリで、今の日本と一緒で、これね、距離のあるグリーティングがずっとこれ、続いてました。これ僕の動画でもね、これ何回かお伝えしてますよね。で、これがですね、このパリの方でまずこのキャラクターグリーティングが解禁再開に先日なったんですけども、とうとうですね、本家のこのアメリカのパークでもですね、これハグ解禁再開になると発表がありました。やりました。長かったね。でこれはね、絶対確かな情報で、これね、アメリカのパークのですね、ディズニーパークブログっていうね、公式のブログがありまして、で、そこで正式に発表がありました。で、これ現地の記事ではね、これ3月31日の発表でしたので、はい、エイプリルフールではありません。なので安心してください。はい、じゃあですね、こちら現地のね、これ公式ブログ発表ありましたので、早速詳細をね、紹介したいと思います。はい、こんな感じでですね、ディズニー夢チャンネルでは、ディズニーパークに関する様々な最新情報をお伝えしていますので、情報を取りこぼすことのないように、ぜひチャンネル登録のお願いします。はい、じゃあ早速この公式ブログ行きましょうね。これ英語なんで、これ翻訳して紹介しますね。これブログのタイトルがですね、今年の春、アメリカのディズニーパークにグリが戻ってくるっていう、はい、そういう嬉しい見出しですね。で、これ英語で難しいですよね。記事を読むとですね、これね、早ければ4月の18日にカリフォルニアのアナハイムのディズニーランド、これからフロリダのウォルト・ディズニー・ワールド、そしてディズニー・クルーズ・ラインと。で、これがですね、グリーティングのハグなどを再開、解禁するっていうね、はい、そういうこれ記事ですね。そうやってこれ英語で書いてあります。で、具体的にですね、これ解禁されるとですね、これミッキーとハグしたり、ムーランからサインもらったり、グーフィーと笑い合えるようになりますよっていうふうに書いてありますね。で、補足としてですね、過去2年間、常にゲストの健康と安全について、段階的にアプローチはし続けてきたと。で、今回ですね、これ全ての場所がね、グリーティング、ハグ解禁、再開っていうわけではないんだけども、この春から、初夏にかけて段階的に再開する予定ですと、そのように書いてありますね。でね、ここでね、なんか YouTube の動画が挟んであるんですよ。で、これ再生するとですね、これ、ハグ解禁がですね、これプロモーションムービーまでこれ用意したんですよね。すごい気合い入ってるなと思ってね。ちょっとこのプロモーションムービー、YouTube なんで、ちょっとこれみんなで見てみましょうね。はい、では再生します。はい、アナハイムワールドクルーズアウラに世界中のパークが紹介されています。おー、これカリフォルニアですね。ミッキー・ミニーが白前グリやってる。ドナルド、プルート、チデ。あ、クルーズのミニーだ。はい、そしてね、着ぐるみだけじゃないよ。フェイスキャラともハグできますね。おー、これはリゾートかな。はい、これアナハイムですね。あー、ミラベル、ミラベル。おー、これは魔法のキスだ。ムーランだよ。おー、アナね。ラプンツェル、これどこ？エルサとアナ。はい、あー、ミゲル。おー、ミキミニー。アナハイム。おー、この春帰ってくる。グリーが帰ってくる。めっちゃ駆け足。はい、これね、動画 URL 貼っとくので、皆さんこれ各自見てください。はい、これね、動画取り下ろしってわかりますよね。ミゲルとかですね、あとミラベルとかですね、最新キャラクターも入ってたんで、これも動画取り下ろしってわかりますよね。まあ、要はアメリカのね、これカリフォルニア、アナハイム、フロリダのディズニーワールド、ディズニークルーズ、アウラに、あとはホテルのキャラ代もありましたね。なんといってもフェイスキャラのあんな顔と顔かなりね、密着して、ね、グリハグもやってましたよね。はい。なので、もう本当にね、着ぐるみキャラだけではなくて、このフェイスのプリンセスもこれグリ解禁ですね。これ関係ないけど王子系はいませんでしたね。王子も入れてあげてよって感じまあそれはいいや。はい、なのでわざわざあんなねプロモーションムービーまで作っちゃうところはこう、ね、今回この気合の入れ具合が分かりますよね。でこのブログ記事の締めとしてはですね、今回のグリーティングの、ね、ハグの解禁や再開っていうのはね、このパークやリゾート全体でエンターテインメントを元に戻すという強力な勢い思いの一環ですと、はい、そういうことが書いてありましたね。で今後の予定としてはですね、まずねオールディズニーワールドの方はねミッキーのマジカルフレンドシップフェアってこれねマジックキングダムキャッスルショーねをやったり、あとはインディ・ジョーンズ、ビッグスタント、スペクタキュラー。これね、ハリウッドスタジオのショーですね。はい。だとか、あとはファンタジーフェスティバル。はい。これはですね、マジックキングダムのパレードですね。はい。この辺を、続々と再開してますと。で、カリフォルニアのアナハイムでは、ワールド・オブ・カラー。でこれはね、カリフォルニア・アドベンチャー、夜のショーですね。だとか、あとはディズニーランド・フォーエバー。これは白丸の花火ですね。はい。そして、ファンタズミックと。はい。そして、なんとね、Eパレ復活。今ね、日本ではEパレ普通にね、ドリームライズやってますけども、アメリカはね、ドリームライズ一旦終わって、で、ペイントサナイトっていうのは一回夜のショーあったんですけど、夜のパレあったんですけども、それも終わらせてしまって、今ですね、Eパレもう一回新しい最新のEパレを復活させようとしてます。はい。そういう予定がありますと。はい。なので、今後にどうぞご期待くださいと。続々とエンターテインメントを再開してますよと。再開しますんで、こうご期待と。はい。こういう締めになってます。はい。アメリカは戻ってますね。このショーも戻ってるし、キャラクターグリーティングも普通に戻ってますね。で、このブログね、ゲストのコメントがあってね、これコメント書けるんですね。向こうのブログはね。で、コメントが面白くってね、なんかね、ゲストがね、書いてるんですけど、これは今年最高のニュースですっていう人とね、あとはアナハイムもフルのパレードが帰ってきてほしいってありましたね。確かにアナハイムはまだミニパレードなのかな。はい。なのでアナハイムまだ帰ってきてないですよね。あと面白いのがね、これね、今のソーシャルディスタンスグリムの形もある程度残してほしいと。長い列に並んで待つよりも簡単な自撮り写真が撮れて散歩できる方がはるかに楽しいですとそういうゲストのコメントもありましたねわかるわかる。やっぱり向こうのキャラと同じなんだね。はい。確かにね、この今のねソーシャルディスタンスグリもねぶっちゃけ悪くはないねだよね。でちなみにですね、その他世界のパークなんですけども、まずパリはですね、前動画紹介しましたけど、パリはね、いち早くこれね、グリの時のね、ハグとかもう解禁してますね。で、サインなんかももう解禁してます。で、一方ですね、上海、香港、中国系のディズニーパークはですね、なんと真逆で、臨時休園なんですよね。上海はね、臨時休園2回目で、ね、2年前にがっつり臨時休園から、ね、上海復活も早かったんですけども、上海またね、市中感染がすごい流行ってるらしくて、これ政府の要請がなんかあったらしくて、で、今ね、3月21日かな、から臨時休園中なんですよね。で、香港もですね、やっぱり当局からの指示があって、そのね、要請に従って、香港も臨時休園中と。香港はね、休園したり再開したりが激しくって、今4回目の休園だったかな、確かそうですよね。はい、この辺ですね、国ごとにね、考え方、やり方が全然違って、面白いっていう言い方不謹慎かもしれませんけども、興味深いというか、ね、国ごとにこんなに違うんだって、ちょっとこれびっくりですよね。はい、今日の動画以上になります。はい、でですね、これ僕動画で言いましたけど、5月の15日からなんと2週間ちょうどですね、ディズニーワールドとクルーズに行く予定があるんですよ。で、ワールドは7泊。で、ディズニークルーズは4泊してきます。なので、これ、キャラクターとですね、ハグできるんですよ。嬉しいね。これもう本当にね、顔と顔をスリスリしてるような、こう密着したツーショットを撮ってくるので、ぜひこれ楽しみにしてください。めっちゃ楽しみ。がぜん楽しみ増えました。いやー、これ本当嬉しい。キャラクターダイニングでもこうガワーッとハグできたら本当いいよね。本当嬉しい。はい、今日の動画以上になります。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。